宮島第3回西日本スポーツ杯シリーズ初日の攻防も最終12レースです。本日のメインカード西スポドリームを迎えています。対戦メンバーは1号艇田村隆信、2号艇松本克也、3号艇中辻隆人、4号艇黒崎達也、5号艇宇場義経、6号艇増田圭司、以上6名の対戦です。インは1号艇田村隆信、今節の V 筆頭候補、人気を背負っての登場です。 SG タイトルホルダー田村隆信、リング一本を変えて臨んだ前半は道中で逆転の2着を取っています。2コースは2号艇の松本克也、この中で唯一前半で勝っています。前半はイン伸び返して逃げて1着を取りました。3コースは3号艇の中辻隆人、前半は猛追わずかに及ばずの4着。4コース角は4号艇黒崎達也、前半レース大敗もスタートはトップスタートでした。5コース5号艇宇場義経、前半4着。6コース6号艇増田圭司、前半は2着を取っています。さあ、雨の降る中、風はほとんどなく穏やかなコースコンディション。人気の田村の陰線第12レース内から1番下番3番4番5番6番でスタートしました。インからトップスタートは1号艇2機の田村、一緒にマークに各艇向かっていく。陰線先前体制、1号艇にサスのハンドル、2号艇間を割ってくる、3号艇閉鎖球を打て流れた、バック側に入りまして、さあここは逃げました。先頭は1号艇田村隆信、2艇身相手2号艇松本が2番手追走、3番手は5号艇宇場、後ろは4番3番6番が追走。スタートは正走でした。一緒に回るマストップで1号艇が回っていく、懐を狙ってくる2号艇、 V 字は5号艇、そして4号艇少しもたついて最後方ホーム側に帰りまして、上位の2艇、1号艇2号艇田村松本抜け出して、3番手一歩前は5号艇です、宇場義経。アウトから3号艇の中辻がへさきをかけそう。これから2周の1マーク、5号艇の宇場が3番手旋回も握り込んできた。3号艇中辻が一気に出てきた。3番手は3号艇中辻がわずかに出てきました。すぐ後ろに離れません。4番手に5号艇岩、後ろは水が空いて6号艇増田、最後方が4号艇黒崎で、これから2周の2マーク、僅差の3着争い。3号艇が先に回っていく、その後ろ5号艇の岩差し返しますが及ばずに、3番手は3号艇中辻、少しずつリードを取ってきまして、体型1番2番3番レースは最終周回です。先頭はイントップスタートを決めて逃げました、1号艇田村隆信、2番手は2号艇の松本克也、3番手は道中競り勝ちました3号艇中辻隆人で、上位の対戦は1番下番3番です。このまま1番下番3番で決まりますと、3連単は人気サイド、オッズは 5.4 倍となります。さあ、ここはイン逃げ快勝でした1号艇田村隆信、本日メインの西スポドリームを制します。上位の体勢は1番2番3番で間もなくゴールです。第12レース先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、ラストで4番ゴールイン。